土地。土地、土地、A とは、近くの表層部のうちで、海や故障、河川など、工場的に水に覆われていない地面であり、陸地、大地のことである。また、土地の事情、土地の風俗、風習などのように特定の地方や地域を示す場合も、ある。土地には、一定の範囲の地面にその地中、空中を包み合わさせる場合、 河川や故障などの陸地に隣接する水域も含む場合もある。地中の土壌土砂、岩石等は土地の構成部分にあたる。経済学における土地は資本、労働、経営、組織と並び、付加価値を生み出す生産要素として捉えられる。資産としては有形固定資産に分類される。いわゆる戦国時代は土地が唯一の収入源と言えたことからも、 それをめぐる紛争や争いが多かった。土地は、固定的にして硬直的な自然的特性、地理的位置の固定性、非移動性、永続性、不増性、個別性等と、可変的にして流動的な人文的特性、用途の多様性、併合及び分割の可能性、社会的及び経済的位置の可変性等を有する。さらに、 人間の生活と活動に欠くことのできない基盤と位置づけられる参考不動産鑑定評価基準土地は地理的位置の固定性を有するが地殻変動や水害などにより地形が変化し水没してしまうこともある水域に土砂を投下し埋め立て地を造成することで土地を増やせる近代における市場経済においては土地は 市場での取引の対象となる。また、土地を売買、所有すると、税が課せられることもある。土地の価格のことを地価という。地価も他の財と同様に、需要と供給の相互関係、代替競争関係にある他の財、不動産の価格等によって左右される。参考、不動産鑑定評価基準。社会主義体制の下では、 土地の所有権は一元的に国家に帰属する。法律上は物件の客体であり、不動産に分類される。もともと一体の陸地を人為的に区分して、個別の不動産として扱われる。その土地、不動産の所有者が国である場合は、国有地、地方公共団体の場合は、公有地、個人の場合は、私有地、民有地と称される。 隣接する土地との境界線確定で紛争となることは昔から多く見られる。文筆、合筆も参照されたい。日本における土地についての基本理念については土地基本法に定められている。土地については財産権は保障される一方で、その公共性から多くの国で土地については公共の福祉を優先させるものとされ、使用収益に 様々な規制が設けられている。土地所有権は、地上、地表だけではなく、合理的な範囲内において、その地下、地中及び、空中、上空に及ぶ。地下は、建物の地下室、水道、都市ガス、電気、通信、下水道など、供給処理施設、道路や鉄道、地下鉄等のトンネルを付設するのに用いられている。地下深い部分については、 地上付近の利用にほとんど影響が及ばないという観点から日本では大震度地下利用に向けた動きもある。ただ人類が活用できる地下の震度は地球レベルではごく表面だけである。一方、空中についての活用は航空交通、電波等以外について地球レベルでは地表付近だけである。高層建物は日照等環境、航空交通、 電波等への影響等の観点から規制の対象とされる。日本における土地の用途による分類は、地目の項を参照。土地の利用の多くは、土地の上に構造物を建設し、その構造物を用いて活動を行うものである、宅地等。宅地には、下記の住宅地、商業地、工業地等がある、宅地参照。人間が定住する土地は、 住宅地と呼ばれる。商業活動を行う土地は商業地と呼ばれる。工業生産活動を行う土地は工業地と呼ばれる。住宅地、商業地、工業地を参照されたい。農業を行う土地は農地と呼ばれる。林業を行う土地は林地、または山林と呼ばれる。道路、鉄道、都市公園など、建物以外の公共公益施設のように供される土地もあり。 これらは、公有地とされていることが多い。土地の軽量のことを地積といい、単位は、国際単位系では平方メートル、単位量あたりの正方形間算時、1メートル四方。他には、SI 補助単位系として、R、同10メートル四方、ヘクタール、同100メートル四方や、日本の尺管法による単位として、坪、同約3.3平方メートルなどが用いられる。なお、 土地の数量概念としては、日本では筆が一般的に用いられている。ランドカバーとは、陸地の表面のあるが、ままの状況のことであり、植生、地表の植物の分布状況や、人間活動の面から見た、土地利用なども含まれる。以下の表は、国際連合食料農業機関、FAO による、欧州宇宙機関、ヨーロピアンスペースエージェンシー。 イーサの衛星写真分析の集計である。FAO の集計には NASA のモーディスに基づくデータもあるが、イーサの数値とかなりかけ離れたものもある。ここでは、各年度の数値が完備しているイーサの数値を掲載している。また上の地図では土地被覆を17区分としているが、下の表では14区分となっている。陸地は岩石で構成されていて、 地表のすべてが液体に覆われていない惑星、衛星に存在する。そのため土地は地球にしかないわけではない。地球の土地の他に月や火星の土地の売買も行われる。引き渡し、占有等の可能性の観点から、そのような契約の法的、有効性については各国の法令により判断されるところであるが、ここでは、衝突を避ける。 1979年の月協定により、地球以外の土地の所有は国家、個人いずれも認められないとされているため、この条約に批准している国家に属するものは所有ができないとされている。しかし2006年現在では批准している国家が極めて少ない。詳細は宇宙法を参照されたい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。